皆さんこんにちは。ただいまより2023年11月26日クズハ聖書教会第4週1礼拝を捧げてまいりましょう。前奏が流れてまいります。それぞれで黙祷をお捧げください。主はこの礼拝に私たち一人一人を招いておられます。招きの言葉をお読みします。私たちはあなたに感謝します。神よ、私たちは感謝します。あなたの御名は近くにあり、あなたの美しい御業が語り継げられています。賛美を主に捧げましょう。可能な方はその場でご起立ください。曲は教会福音賛美歌の5番です。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの御名をあがめ賛美いたします。私たちをあなたはその御手のうちに置き、その命を支え歩みを進めてくださいます。すぐに1週間もあなたが私たち一人一人に守りの御手を置いてくださり、その歩みを守ってくださいました。今日は新しい日が加えられ、安息日としてこの日は歩んでいる、
そのことがその証拠であります。主よ、あなたは生きて働かれ、私たちを守り導いてください。あなたにあるあって与えられる今日をあなたを見上げて歩みたく思います。主よ、どうぞ与えられたこの日、安息の日として、どうぞ残りの時間もあなたにあって喜び楽しむ時となりますように。神様、またこの日にあって礼拝を思い捧げるためにとここに集まることができましたことも感謝いたします。あなたがその私たちの状況を導き整え、ここにと招いてくださいました。主よ、どうぞこのひとときがただただあなたに心を向け、あなたから祝福を受けるときとなりますように、私たち自身が本当にあなたに一心に聞き、またあなたに捧げていくことができる。主よ、どうぞ聖霊様の支配と導きをお与えください。神様、今日はこの礼拝に広坂先生ご夫妻ご家族をお招きできることを感謝いたします。あなたが導きを示してくださり、この日この場にあって御言葉に聞くことができますから感謝いたします。主よ、どうぞこの礼拝の後の役員会の時もあなたの導きがありますように。主よ、この礼拝においては広坂先生より御言葉の取り次ぎをいただくことも感謝いたします。主よ、どうぞ先生のご奉仕をあなたが強めてくださり、あなたの心の豊かに望み語らせてくださいますように。どうぞ私たち一人一人が聖霊様の導きにあってふさわしく、その御言葉の糧に預かり、また整えられていきますよう、どうぞ導いてください。神様、今日はこの場にいらっしゃれない世代の方々もいることを思います。そのご事情は様々ですけれども、どうぞこの病のうちに、また病のうちに様々な事情で今日来れない方々のうち、主どうぞあなたの守りと導きを与えください。またどうぞ状況を整え、また礼拝に交わりと持ってこれるように、主どうぞお願いいたします。この礼拝の時を感謝し、あなたの御手になれて、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈り、使徒信条と祈り告白してまいります。可能な方はご起立ください。まず主の祈りで共に祈ります。では参ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆を固めさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。続いて使徒信条を持って信仰の告白をいたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手当たり、乙女マリアに生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に残り、全能の父なる神の御手に立たしまわり、賢い生きたりで、生きる者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。お座りください。報告の時といたします。注報をお開きください。
今日の説教中心聖句をお読みいたします。ルカ5章5節。するとシモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉ですので網を下ろしてみましょう。本日の予定ですけれども、教会学校中高科が1時半から持たれ覚えられています。それに続く2時半からこの時間は終日礼拝となっています。この礼拝の後は今日は祈祷会がありませんで役員会が予定されています。役員会はそちらの集会所の方でする予定です。ブラジル牧場は9回となっています。今週の予定ですけれども、本日26日より第4期聖書通読第39週目に入ってまいります。同じく本日より第34期鳥なしの祈り第12週目に入ってまいります。29日水曜日、また12月2日土曜日は同国祈祷が持たれます。30日木曜日は恩義山牧場が持たれる予定です。12月2日土曜日は役員会が予定されています。来週室の予定です。教会学校中高科は1時半から、礼拝は2時半からです。礼拝の後祈祷会が予定されています。また祈祷会後はクリスマス装飾の時間となってまいります。礼拝の後は、生産式が予定されていますので合わせてご予定ください。広告及び祈祷課題ですが、その前に、新しい方といいますか、紹介したいというふうに思います。広坂先生ご夫妻、そして娘さんのあんちゃんですね、陽子先生とめぐみ先生と、あんちゃんです、はい、拍手を送りましょう。また後で皆さん個人的にでもご挨拶くださったらというふうに思います。報告の方に移ってまいりますが、本日の礼拝説教は横浜白山道教会の広坂陽子伝道師が来会ご奉仕くださいます。なお礼拝後に役員たちとの面談がに臨まれます。ご奉仕の祝福と人事の導きのためにお祈りください。2番です。来週日クリスマス装飾を行います。担当をお願いします。伝道部の動画道ですね、導きじゃなくてね、すみません。伝道部、街道内ポスター掲示、教育部はホールです。総務部はイルミネーション、財務部とその他の方は、集会室和室となっています。3番、岡澤龍之介兄弟、太一兄弟の受験のために祈りましょう。試験を無事にパスし志望校に入ることができますように、いつも主の名をいただいて歩みますように。それでは、暗唱聖句を、確認してまいります。はじめに一緒に読みますので、その後発表できる方はご記入ください。ではまいります。暗唱聖句、マタイ5章16節。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々はあなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。では発表できる方ご起立ください。ではいきます。暗唱聖句、マタイ5章16節。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。お教えください。牧師コラムを読んでまいります。感謝の秘訣。マイケル・サンデルという有名な大学教授が出された本によると、成功はすべて運だそうです。そんなことを言うと努力や才能とは何なのだと思われるかもしれません。でもそれらも運の領域であるとします。私としては確かになと思いました。才能とは親から受け継ぐ遺伝によったり、
どのように育てられるかといった環境によると言えるでしょう。また努力も頑張れるような精神状態、その時に肯定的な自己認識であることが大きいと思います。逆境に対する反骨精神も培われた性格などが鍵となると思います。そういう意味で成功は運なのです。ただ神様を信じる私たちはこの運を神様の支配を前提に導きと捉えることができます。そして神様の支配にあって私たちは人生のすべてを益と捉えることができ、平穏の時も幸運の時も順境も逆境もイエス様にあって神様の愛、神の愛は変わらない。そこに感謝の秘訣があります。それでは賛美を捧げましょう。教会福音賛美歌299番です。Yeah.
ましょう。新約聖書ルカの福音書5章1節から12節11節をお開きください。新改訳2017の版ですと新約の117ページになります。ルカの福音書5章1節から11節。さて群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫ってきたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立って、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つ、シモンの船に乗り、陸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろし、船から群衆を押し始められた。話が終わるとシモンに言われた。深みに漕ぎ出し、網を下ろして魚を取りなさい。するとシモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でも、お言葉ですので、網を下ろしてみましょう。そしてその通りにすると、おびただしい数の魚が入り、網が破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに助けに来てくれるよう合図した。彼らがやってきて魚を2艘を船いっぱいに引き上げたところ、両方とも沈みそうになった。それを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください、私は罪深い人間ですから。彼も一緒にいた者たちも皆自分たちが取った魚のことで驚いたのであった。シモンの仲間のゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンに言われた。恐れることはない、今からのうちあなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけるとすべてを捨ててイエスに従った。でもお言葉ですのでと題して広坂陽子先生に御言葉を取り継いでいただきます。広坂陽子と申します。今日はまた葛葉聖書教会の皆さんと共に礼拝を捧げることができ感謝をしております。この主の交わりに感謝をして、また御言葉を聞きたいと思います。祈りをお捧げいたします。誠の言葉なるイエス・キリストの父なる神様、あなたはその御言葉でこの天と地を創造し、私たちを今生かしてくださっております。あなたのその命の御言葉をこの礼拝の中で聞こうとしております。どうぞ語るこのしもべの上にも、また聞く会衆の皆さんお一人お一人の上にも同じ御霊を注いでくださって、あなたの御言葉を聞き取ることができますようにお導きください。主よ、お話しください。しもべは聞いております。尊い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。早速御言葉に聞いてまいりたいと思います。ルカの福音書第5章の1節から11節に記された神の言葉が朗読されました。本日は主イエス・キリストに主イエス・キリストの言葉に応えるその幸いを皆さんと共に味わいたい、そう願い祈りつつ準備をしてまいりました。私たちがすでに聞いた御言葉は使徒ペテロの証明物語を示しています。使徒ペテロは魚を取る漁師から
人間を取る漁師に、つまり主の弟子へと大転換を遂げた、そのような物語が今日読まれた御言葉には記されています。船も網も捨てて、すべてを捨てて、大胆に主イエス様に付き従っていくペテロの姿に胸が熱くなる物語が記されています。ただこのペテロの主イエス様への献身が5節でもお言葉ですのでという、小さなでもという言葉を伴って始められたこと、また8節主よ私から離れてください、私は罪深い人間ですから、そのような自分の罪を自覚する、そのところから始まっているということを今日は注目をしていきたいと思っています。深みにこぎ出しなさいという主がお命じになる御言葉に答えるのは、自分を超えたところを信じる信仰、でもお言葉ですからという主の言葉への信頼にあるのです。そして主がご自分の弟子として選ばれるのは、優秀な者、学者ではなく、また誰をも魅了する人気者でもない、無学な漁師、それも自分を罪深い人間と認める小さなものを神様はお選びになられるのです。主の言葉に応えるということは、自分という小さな限界を超える出来事です。さらには罪人に過ぎない自分という存在を超えて、その上で自分を私たちを通して働かれる素晴らしい神様の御業なのです。主イエスキリストの御言葉に応えるということは、なんと幸いなことでしょうか。主イエス様の御言葉は私たちに信仰を生み出す恵みの御言葉です。主は恵みの言葉を語り続けておられます。一節と二節をご覧ください。さて群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫っていた時、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立って、岸辺に小舟が二艘あるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。主は悪霊を追い出し病を癒す恵みの技を成していましたが、主イエス様はその技だけではなく言葉にも力のあるお方でした。主イエス様がお語りになる言葉は、興味関心を注ぐ単なる人の言葉ではなく、まさしく神の言葉でありました。神の言葉を語る主イエス様の教えを聞こうとして、群衆たちは安息日に街道で聞くにとどまらず、イエス様の移動中にも押し迫ってくることでした。神の言葉を求めて人が集まる熱気にあふれたゲネサレ湖の様子が目に浮かぶようです。その中でイエス様に頼まれて、シモン・ペテロは自分の船に主イエス様をお乗せして漕ぎ出し、船の上から神の言葉を聞いていました。そして押し迫る群衆に神の言葉を語った主イエスは、続けてシモン一人に言葉を語ります。4節話が終わるとシモンに言われた、深みにこぎ出し網を下ろして魚を取りなさい。福音書記者は騒然としたゲネサレ湖畔を口角で映し出し、やがて2艘の小舟、そしてシモン・ペテロへとだんだんと焦点を当てていきます。場面は引いた画角から一人により迫る酔った画角へと移っていきます。そう、主イエス様はシモンの目の奥をじっと見つめるように、シモンの心の底まで見るかのように言われます。深みにこぎ出し
網を下ろして魚を取りなさい。シモンには命じられるその言葉を断る理由がありました。彼は漁師でした。それも最もらしい理由がたくさんありました。シモン・ペテロはすでに一晩中漁をしていました。シモンは疲れていました。さらに一晩漁をしたのにもかかわらず何も取れなかったのです。もう商売道具の網も洗って店じまいの支度も済んだということができたのです。おまけに深みに掘り出してと語るイエスという男は漁師でも何でもない、ついこの間まで大工だった男なのです。この湖のことは自分たちの方が専門家だ、あなたに何が分かるのか、そのように言ってもおかしくはない場面です。実際シモンは深みにこぎ出しなさいと命じられる主イエス様に、先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたと答えています。しかし神の言葉を語る主イエス様の深みにこぎ出してという御言葉には、元大工のあなたに何が分かるのかと言ってお命じになるその言葉を遮ることをさせない力がイエス様の言葉にはあったように思います。主イエス様の言葉には力がある、人を動かす力があるんです。もちろんそれは聞くものを聞くものに有無を言わさず強制的に何事かをさせる言葉ではありません。強制的な力ではありません。主イエス様の言葉は自発的な応答を求める優しい言葉を語ります。しかしだからといってやるやらないはあなた次第というような、どこか冷めた遠いところで見ている言葉でもない。主イエス様の深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいという言葉ははっきりとした命令の言葉です。そして魚が取れるかもしれないという可能性を語る言葉ではなく、網を下ろして魚を取りなさい、そのような断言する言葉なんです。群衆に神の言葉を語る主イエス様のその御側にいて、そして自分一人に向けられた主イエス様の言葉を聞いて、シモンはでもお言葉ですので網を下ろしてみましょうという信仰の応答へと導かれていきます。でもお言葉ですのでというシモンのでもという言葉は小さな逆説の言葉ですが、その言葉にはシモンの主イエスの主イエスへの小さいけれども確かな信仰が表れていると私は感じます。もちろんそれは主イエス様のすべてを分かって、このお方ならゲネザレ湖を2つに分けて魚が取り放題だというような大胆な信仰ではなかったでしょう。でもお言葉ですのでという信仰は、言うならば春に小さな種が芽吹くような、そのような生命力のようなものかもしれません。また言うならばお母さんのお腹の中にいる赤ん坊の胎動のような、小さいけれども確かに動いている、触ると感じられる、そのようなものかもしれません。シモンのでもという言葉は小さいけれども確かに動き出す信仰の言葉なんです。シモンのでもという言葉には、私たちが普段生活の中で使うでもという言葉と全く異なる響きを持っている言葉だなと感じます。皆さんどうでしょうか。私が普段用いるでもという言葉は、神様のご計画を目の前にして、でも現実はこうだというような大変ネガティブな言葉だと感じます。しかしここでのシモンのでもという言葉は、現実を目の前にしながら、魚が取れなかったという現実を目の前にしながら、それでもイエス様がこう言っているならやってみよう、そのような信仰が現れていると感じます。
恥ずかしいのですが、私はでもだってしょうがないじゃないかという、そんな言葉を神様の前で多用してきた大変ネガティブな人間だということを、この今朝今日皆さんに明かしせざるを得ない人間だということをお伝えします。神様は豊かな祝福のご計画を御言葉を通して、聖書を通して私たちにお語りくださっているのに、でも現実はこうだ、だって自分はそんな恵みにふさわしくないと私は口答えをするようにできてしまったのです。私が伝道者としての証明を受けたのは大学4年生のことでした。夏休みのある日曜日、礼拝に向かう車の中で共に移動してきた兄がいきなり、陽子、お前は神と教会のために生きていけと真剣な顔で語り出すのです。家のことは俺に任せろ、お前は神様と教会のために生きていけ、そう突然言い始めたんです。何事かと思ってドキドキしながらその夏休みの後半を過ごしていきました。参加したあるキャンプの中で御言葉が語られました。月に手をかけてから後ろを見る者は誰も神の国にふさわしくないという厳しい言葉、けれども熱いイエス様の言葉に私は心が動きました。私に従えという主の言葉をこの自分に語られている言葉として受け止め、具体的にその夏から、大学4年生の夏から献身を祈り始めました。また同時に教会の牧師に、また当時キリスト教学生会 KGK という団体に通っておりましたので、その団体の主事に、尊敬できる信仰の先輩に祈ってもらいました。そう祈り始めながらも、私の中ではネガティブな二文字でもという言葉がずっと揺れていました。大学4年生の夏ですから、すでに就職も決まっていました。行くところがもう決まっていました。自分には内定先が決まっているから、社会経験も必要だし、それに今すぐ進学校に行くにも先立つものもないしと、いろいろと理由を挙げて献身の歩みをその時はそのまま保留にしておいたのです。でもだってしょうがないじゃないかと言って、社会人として働き出し、1年2年3年と過ごす間も、主は御言葉でもって教会の兄弟姉妹の励ましを通して、私に従いなさいという言葉を常に語り続けておられました。でも私はなかなか決断できずにいました。1年2年と過ごしていく中で、社会人の経験のある方は分かるかもしれません、社会人の最初の3年間というのはなかなか大変な3年間なんです。ある意味で徹底的に自分が使えない人間だということにさらされる1年、2年、3年です。一般常識もないし、倫理書一つ書けない、電話を取るのも一苦労なんです。どこかかかってくるのか分からずに、間違った人に取り付いてしまうこともよくありました。訪問の営業をするのも困って、どこに行けばいいか分からない。そのような中で、果たして主は召してくださっているのかもしれないけれども、果たして自分はそんな使える人間なのかと感じてしまうのです。でもだって現実はこうじゃないかと言葉を重ねる自分がありました。お恥ずかしい話なのですが、主の証明にまっすぐに向き合えない自分があったことを告白せざるを得ません。しかし、そんな私を主はお見捨てにはなりませんでした。主は憐れみ深いお方です。徹底的に自分を見失って自信を喪失していた社会人3年目を迎えようとしていた春に、
かつて大学4年生の夏、そのキャンプの主催であった刑事家の主事が私に電話をかけてきてくれました。そしてその主事に会って話を伺ってみると、その夏の次の4月からキリスト社学生会のスタッフとして学生伝道の働きに加わってくれないかという話を持ちかけてリクルートしてくれたのでした。そんな時にも、でもだってと重ねている自分がありました。でも進学校も出てないお前に何ができる、だってお前はそんな若者受けするタイプか、そんなことを考えて、いやいやいやと思っている自分がありました。けれども、でもだってを重ねながら、隙に手をかけてから、後ろを見る者は誰も神の国にふさわしくない、あの言葉を思い出していました。そして感謝のことに、家族が応援してくれて、教会がこれまで以上に励ましてくれて、現実から出るでもという言葉を乗り越えて、新しいでも神様がなさるなら大丈夫という思いに変えられていきました。その時はまだ進学校出ていませんでした。またいろいろと自分が打ちのめされている時期でもありました。でも神様に信頼して歩み出そう、自分は若者を受けするタイプじゃないかもしれない、でも語るのは神様だ、自分じゃない、お金もない、でも主は必要をきっと備えてくださるに違いない。そのように自分でも本当に不思議なのですが、信仰の一歩を踏み出すことができました。キリスト社学生会のスタッフとして3年間教会のサポートをいただきながら、大学生たちと共に神の言葉に聞くという不思議な体験をそれから進めていただくことができました。私は神様の前で現実を持ち出して、でもと後ろ向きになるようなタイプの人間です。不信仰なものでしかありません。しかし哀れみ深い主は、それまでのでもという言葉とは全く違うでもという言葉の使い方をその時に教えてくださったのです。先行き不透明な現実を前にして、それでもでもお言葉ですからと神の言葉に生きる幸いを教えてくださったのです。ルカの福音書に戻りたいと思います。シモンがここででもお言葉ですからと語るでもという小さな逆説の接続詞は、確かな信仰の一歩です。神様の壮大な恵みの計画の内で、かつての私のようにしばしば人はでもと現実から出る言葉を続けます。しかしシモンはこの時、人間の現実を打ち破り、現実を超えるでもという信仰の言葉を語ります。神様の恵みの前で現実を持ち出すでもと、私たちの現実の前でそれでも信仰を持って恵みに込み出すでもがあります。どちらも同じでもという言葉ですが、まるで調子の異なる2つのでもがあると思います。私たち教会には厳しい現実があるかと思います。でもだってという言葉が漏れるような時もあるかと思います。しかし私たち教会には、そのような厳しい現実にあってもなお、現実はこうだでもと信仰を持って現実を見つめる、その目に見える現実を乗り越えることができる神様の現実というものがあるのだと思うのです。私たちには目の見えるところを超えた見えないものを信じる信仰が与えられているのです。そのような目に見えないものを信じる信仰の一歩を生み出す鍵が、お言葉ですので、お言葉ですのでというシモンの言葉にある神の言葉です。イエス様の言葉です。つまり神の言葉への信頼です。シモンのデモという言葉は決して根拠のない盲信などではありません。群衆に神の言葉を語る主イエス様がシモンの前にはいたのです。深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと約束の言葉を語られる主イエス様がシモンのそばに立っているのです。そのシモンがお言葉通り、その通りにすると、6節、そしてその通りにすると、おびただしい数の魚が入り、
神が破れそうになったとある通りなのです。御言葉に信頼し、決断して恵みにこぎ出し、網を下ろした時に圧倒的な神の現実に私たちは直面することになるのです。私たちの現実を超える神の現実に直面させる神の言葉は、でもお言葉ですのでという信仰の応答をしたシモンにさらに驚くべき光景を目の当たりにさせます。二艘の船いっぱいの魚は大量で万歳という話でこの物語を終わらせません。二艘の船いっぱいの魚が引き上げられる光景を見て八節、シモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して言ったのです。主よ、私から離れてください。私は罪深い人間ですから。でもお言葉ですのでというシモンの信仰の応答に続くのは、自分が罪深い人間であるという認識です。罪人ペテロ。しかしここでペテロは何か立法違反をしたとか、神様に不忠実であったとか、悪さをしでかしたということではありません。何かをするとか何かをしないとかいう次元の問題ではなく、ただシモン・ペテロは一人の人間存在として、シモンは自分が罪人であるということに直面しているのです。私たちもそうだと思います。私は皆さんのことをよく存じませんけれども、何かすごい悪いことをした、だから罪人ではないのです。神様の前では私たちみんな罪人なのです。もうそれは何かをしたとかしないとかいう問題ではないのです。それは圧倒的なお方がそばに立っておられたからでした。圧倒的に聖なるお方、誠の神であるお方、主イエス様の前でシモン・ペテロはもう自分が何者かであることができなくなっているのです。圧倒的な聖なるお方、光よりの光であるお方、この方の前でシモン・ペテロは単なるニュートラルな人間というだけでは済まされない、まっすぐに主を見つめることができない、罪人だと認めざるを得なくなっているのです。神様と出会うということ、神様と向き合うということ、それは確かに圧倒的な恵みです。しかしそれは自分の本当の姿と向き合うということでもあるかと思います。自分一人で隠し持っているいろいろな過去、思い、誰にも明かせない、明かしてはいけない感情の渦、さらには自分すらも知らない隠された自分、そういったものとも神様と向き合うときに私たちは直面しなければなりません。そしてそのようにして神様の光に照らされ、暴き出された自分というものは自分ですら直視することができないものです。ましてや聖なる神様の前に立って自分はこうだとお示しすることなどもできなくなってしまうのです。もうそんなことができない、自分は汚れた人間だと気づかされるのです。その時私たちはもはや罪人なのです。極悪な犯罪を犯したからとか、何らかの立法違反をしたからとか、そのような話とは関係なく、誠の神様の前で自分が罪人であると思い知らされるのです。主イエス様の言葉を聞けば聞くほど、イエス様が誠の神であることが分かれば分かるほど、自分の罪の悲惨さと神様の圧倒的な清さの前でペテロは恐れおののくに至るのです。こんな自分など見せられない、もう自分なんて見てほしくない、主よ私から離れてください、私は罪深い人間ですから、そう言わざるを得ないのです。自らの罪深さを自覚するに至ったシモン・ペテロに、さてそれでは主イエス様はどうなさったでしょうか。驚くべきことに、主イエス様はそんな罪人をこそご自分の仲間として選び、私に従いなさいと召しておられるのです。足元にひれ伏して
主よ、私から離れてください。そういう主のペテロに主イエス様は、恐れることはありません、とイエス様の方から近づいてきてくださるのです。圧倒的な聖なるお方が罪人に触れることを厭わないで、罪人を招き、罪人を仲間とされ、その罪人の生き方を全く新しくされるのです。十節後半。イエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後、あなたは人間を取るようになるのです。その主の招きに対するシモン・ペテロ、そしてゼベダイの2人の子、ヤカブとヨハネの応答は大変シンプルで、大変すがすがしいものです。10節。彼らは船を陸につけると、すべてを捨ててイエスに従った。魚を自分のために取る漁師から、人間を取ってその人を生かす伝道者へと、全く新しい人へと作り変えたことが表されています。イエス様はなぜシモン・ペテロのような無学な漁師、それも主の足元に触れるしかないような罪人を選んでご自分の仲間とされたのでしょうか。イエス様はなんでペテロを選んだのでしょうか。なんで罪人を選んだのでしょうか。主お一人で大量を導くなど造作のないことであったでしょう。まことの神ならそんなこと簡単にできることでしょう。主が罪人をお選びになられたのは、それはまず他ならぬシモン・ペテロのためであったと思われます。シモン・ペテロを新しい人として新しく作り直すため、シモン・ペテロという小さな自我を乗り越えさせて、神様の広く豊かなご計画にシモン・ペテロを生きられるようにするためであったのでしょう。主イエス様はご自分のためというよりも、むしろシモンのためにシモン・ペテロをお選びになられたのです。さらに、そして小さな罪人シモンを選んだのはシモンのためだけではありません。それは皆さん、私たち全ての罪人のためでもあったと考えられます。主は医者を必要としない健康な人のために来られたのではなく、医者を必要とする病人のために来られました。イエスは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。小さな罪人という自我を乗り越えさせて、その先に主イエス様が見せたのは、すべての人が新しく生まれ変わって生きるという豊かで広かな光景でした。ペテロにそのように広がる光景を見せるために、主イエス様はペテロに向き合い、その目を見つめて、その心の奥底まで見通され、深みに掘り出して網を下ろして魚を取りなさいとお命じになられるのです。そして、恐れることはない、今から後あなたは人間を取るようになると祝福を約束しておられるのです。現実を見て、でもだってとつぶやく罪人に過ぎないこのようなものに、主イエス様は目を留めてくださいました。そして今日も神様は恵みの言葉を語っておられます。私自身、その深みに掘り出してという主のお言葉を恵みの御言葉として聞いて、今日皆さんの前にこのようにして立たせていただいております。決してこの場に立てるようなものではないのです。主が立たせてくださるのでなければ、立つことも語ることもできないのです。でも、だってを連発するような人間です。しかし、そのような罪人である自分を超えて、主は豊かなご計画を示そうとしておられるのです。その主の御言葉にこそ信頼を置いて、目に見える現実をしっかりと見据えつつも、でもその現実の分析に終わらない、現実を突き抜けて信仰へと進んでいきたいと思います。でも言葉ですので、と神の約束に、神の現実に生きるものとして、主の恵みの言葉にお答えしたいと願います。主が私たちのために立てている計画は、災いではなく平安を与える計画であり、私たちに将来と希望を与えるものだと預言者を通して
なる神様が私たちに聖書を通して語っておられます。さらに私たちに平安を与える人の計画を主がよく知っておられるとも聖書には書いてあります。主様の言葉は私たちに信仰を満たす恵みの言葉です。主は恵みの言葉を語り続けておられます。今日も御言葉を語っておられます。どうかその神の言葉に恐れながらでも、一歩ずつでも、でもお言葉ですのでと言いながらでも御言葉に答えていきたいと思います。罪人を招いて友となしてくださる主のもとに出て行きましょう。そして共に感謝の祈りを祈りましょう。祈りを捧げます。でもお言葉ですので網を下ろしてみましょう。誠の主の主、王の王であるあなたが人間に過ぎない、いや罪人に過ぎない私たちを選んで恵みの御言葉を語ってくださり、平安をもたらすご計画を示してくださっていることに恐れおののいています。どうか聖霊の助けをお与えください。私たちの理解を超えたあなたの恵みの言葉にしっかりとお答えすることができるように、何より私たちを新しく作り変えてください。私たちはあなたが用意しておられる平安の計画に進みています。私たちの主イエス・キリストの御名を通してお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。それでは応答の賛美を捧げましょう。教会福音賛美歌403番です。Thank you.
荘園の賛美を捧げてまいります。可能な方はその場でご起立ください。教会福音賛美歌の3番です。聖霊の親しき交わりがこの礼拝を捧げしお一人お一人の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。これで礼拝を終えてまいりますが、改めて、広坂先生今日お越しくださったことを感謝の拍手をしたいというふうに思います。ご起立ください。ということで、この後予告をしていますようにいつもの祈祷会はありませんで、